ウィー、芹沢です。1月5日にアルダーレイクの買いモデルが発売されました。今回はその買いモデルに DDR5 メモリを組み合わせる場合と DDR4 メモリを組み合わせる場合に性能に差は出るのか試していきたいと思います。テストに使用する CPU の Core i5-12400 は6コア12スレッド仕様で P コアのみ、 E コアは搭載されていません。しかしこの CPU を含めてアルダーレイクの買いモデルは上位モデルと同じく PCI Express 5.0 に対応していますし、 DDR5 と DDR4 の両方に対応しています。そのため使用上は高速な DDR5 対応マザーにするか、コスパに優れる DDR4 対応マザーにするか悩んでいる人も多いと思います。今回のテストがその参考になればと思います。使用する DDR5 メモリはクルーシャルの DDR5-4800 です。 OC メモリではないのですが、 OC 用の XMP プロファイルを持っているのが特徴です。アルダーレイクの仕様ではメモリスロットと搭載メモリの数によって動作クロックが変わります。シングルランクの DDR5 メモリを4枚搭載すると DDR5-4000 動作になるのですが、XMP プロファイルを読み込むことで4枚搭載でも DDR5-4800 動作にすることが可能になるというわけです。今回テストに使用した Gigabyte の Z690UD ではシングルランク4枚搭載で DDR5-4500 操作となりました。このあたりはマザーによって変わるようです。 MSI の Z690 カーボン Wi-Fi では4枚搭載で使用通り DDR5-4000 動作になりました。いずれも XMP プロファイルを読み込むことで DDR5-4800 動作になります。今回使用したマザーボードは Gigabyte の Z690UD と Z690UD-DDR4 です。使用の違いは対応メモリだけと DDR5 と DDR4 を比較するには最適と言えるでしょう。まずは PC の総合性能を測定する PC マークから、総合スコアのスタンダードの値は DDR5 が若干上回っています。項目ごとに見てみると、オフィス系の処理を行うプロダクティビティで DDR5 メモリのスコアが高くなっています。次はマイクロソフトオフィスとウェブブラウザの処理性能を見る PC マーク10アプリケーションズ。ほとんどの処理で DDR5 のスコアが上と、PC マーク10スタンダードのプロダクティビティの結果を裏付ける形になりました。特に Excel で DDR5 と DDR4 で大きなスコア差になっている点に注目です。続いてクリエイティブ系のベンチマーク UL プロキオン、 Adobe の写真編集ソフト Lightroom Classic、 Photoshop を実際に使用して処理を行うフォトエディティングではほぼ誤差、上位 CPU では DDR5 の方が有利になりやすいテストですが、 Core i5-12400 では変わらない結果になりました。動画編集ソフトの Premiere Pro で処理を行うビデオエディティングも同様の結果です。次は定番 3D ベンチマークの 3D マーク。ファイアストライクやタイムスパイではやや DDR5 の方がスコアが上ですが、誤差の範疇といえるもの、ほとんど差は出ませんでした。ここからは実際のゲームを使ったテストです。最初は軽めの FPS タイトルとしてレインボーシックスシージ。結果は誤差の範疇で目に見えた差は出ませんでした。続いて中量級の TPS としてフォートナイト。このタイトルでも目立った差はついていません。重量級タイトルとしてオープンワールドレースゲームのフォルツァホライゾン5、 SF オープンワールドゲームのサイバーパンク2077も試しましたが、いずれのタイトルもこれまでと同様に DDR5 と DDR4 で目立った性能差はありませんでした。今回のテスト環境でクルーシャルの DDR5-4800 メモリを4枚搭載し、 XMP 無効と有効にした場合、性能に差は出るのか試してみました。 XMP 無効では DDR5-4500 動作、有効では DDR5-4800 です。 PC マーク10では全てのテストで XMP 有効の方がスコアが高くなりました。 UL プロキオンフォトエディティングでも同様と、 XMP によるクロック維持の効果は確かにあるようです。ちょっと強引ですが、現時点での結論を出してみましょう。とにかくコストを抑えたい人は DDR4。 DDR4-3200 以上のクラスの製品を持っているなら使い回すのも良いでしょう。アルダーレイクのミドルレンジ以下のモデルは特にコスパが高いので魅力的な選択肢です。新しく作るアルダーレイクマシンを末永く使いたい方や、ミドルレンジクラスの CPU でもアルダーレイクの新機能を堪能したい方は DDR5 でしょう。
ただし Core i3 クラスのエントリークラスのモデルと組み合わせると DDR5 メモリや対応マザーボードが比較的高価なためコストバランスが悪くなってしまい、あまりお勧めできません。作りたいマシンの性格や使い方に合わせて選んでください。